はい、僕の名前は大川祐介と申します。で、映像を始めたのが、約3年前で、趣味のサーフィンでそれを動画に収めて友達に共有するっていうことから始まったんですけど、でそこからなんか動画を SNS にアップロードした結果、いろんな人からコメントをいただいて、でなんかその動画の持ってる力にすごい惹かれたというか、でどんどんクリエイティブを、アップデートするようになっていって、仕事につながったりとか、今ではコミュニティとか、あとは会社を設立して、そこでちょっと事業を大きくしていこうかなっていう、三軸でいろいろとやっています。過去で言うとやっぱり動画っていうものを編集してるだけで楽しかったんですよ、全てにおいて。けどどんどん経験を積むことによって、それがつまんなくなっていって、どんどんその自分のやりたいことがセグメントかかっていって、でやっとまとまったこの、三軸っていうものが自分のやりたいことなんで、その中で何が一番楽しいかって言われたら、全部楽しいんですけど、自分がやりたいことは、自由に動画コンテンツを作るっていうのと、で使命的なもので言うと、やっぱりその動画を始めたいっていう人たちをもっとサポートしていくような環境を作りたいっていう思いですかね。やっぱりその、動画っていうそのマーケットがまだまだこれから大きくなってくるんですけど、それがどこまでいくかっていうのはまだ断言できなくて、それをしっかりと見ていくとともに、なんかそのマーケットを大きくするような動きをしたいなと思っていて、それが動画の表現もそうだし、なんか動画を作りたいって人たちのサポートもそうだし、やっぱりその動画を作りたいって人たちって多分世の中の人口大半絶対いると思うんですよ、なんかその作らないだけで。そういったサポートをして、どんどん動画の可能性を、膨らませていきたいとは思ってますね。日本で活動してるとやっぱりその日本だけでっていう思考になっちゃうんですよね。なんかそれはカルチャーもそうだし、なんかその日本国内っていうのが、世界の GDP で、3位4位ぐらいなんで、日本である程度活躍してれば、生きていけるんですよね。なのでこういった日本思考になっちゃうんですけど、僕はもっとなんか世界で戦っていきたくて、言語喋れないですけど、なんかやっぱりもっと世界に目を向けて、いろんなコンテンツをちょっと作っていきたいなと思っていて、なので、今後はそういったクリエイターとして日本国内にとどまらず、世界に向けて、いろいろと作っていきたいなっていうふうに思います。なんか SNS っていうそのなんていうんだろうな、自分の、なんかマネキンみたいな人がつながり合ってるだけなんで、やっぱり本質的なつながりっていうのはこういったフェイス2フェイスで話すことだと思ってるんで、それを忘れずに、で技術が発達した世の中だけど、しっかりと思い出をなんか物質として残すっていうことがすごく価値あることだと思うんで、その思い出をね、やっぱり、いろんなものでいろんな形で残していただけたら、よりなんか幸せになるのかなとは思ってます。なのでこの動画見てる人はぜひ思い出を可視化してください。